林哲と半田健人の昭和音楽堂さあ今日の特集はですね今日はですね面白いよね面白いですね大竹英一さんが、うんえー、他のアーティストに提供した楽曲という、はい、ご自身で歌われてるのももちろんあるんですけどもね提供してヒットしたものが多いですから大竹英一さんを新人だと思ってる方が<ー>昔,昔ね十、うん、何年前にヒット曲出された時なんかは、ね、そう思った人もいたそうですけどこんな曲を書いてる、はい、大御所です、はい 皆さん、いかがお過ごしですか、作曲家の林哲二です。昭和歌謡を声を仲介する俳優の半田健人です。この間、ですね、ポール・アンカのライブをテレビで見たんですよ、そしたら健在でしたね、歌も健在だったんだけど、まだ声は出てましたね、声出てましたね、驚いたのは80歳ぐらいですかね、そうですよ、えー、この曲もポール・アンカの作品だったのかと、マイケル・ジャクソンの、ディシディット、あれ、共作なんだよね。え 亡くなった後に、ポール・アンカーのろに電話が来て、この曲はあなたと一緒に書いたってことになってますけど、出させてもらっていいでしょうかって、電話が来たっていうことをステージのコメントで言ってましたけ、ねはあ、えー、知らなかった、うんで、ポール・アンカーって言っても、年配の方はもうご存知だけど、うんえー、若いい人たちはほとんど知らないでしょそうですね、そもそもなんなんだっていうね。ね ステージだからマイケルの声と一緒に歌ってるんですよ。はあ、それを驚きましたけどなんで,でこんな話をするかというとですね、はい、まあ今日の特集に関係するんですが、はい、沼津の k 営さんというラジオネームの方からおはがきをいただいたんでねちょっと紹介しましょう「はい、林さん、半田さんこんばんは,こんばんは大竹栄一さんが人に書いた曲のリクエストをお願いします」 ズバリきましたけど、ね、人に書いたけどね人に書い太田裕美さんの「さらばシベリア鉄道」をはじめいろいろあるのでぜひお願いしますというリクエストなんですけどまあ大滝さんってそのある時代に特化してすごく目立ってた活動期間っていうよりかは。はい ハッピーエンドの頃から世に出られて、ポツポツポツと、いいタイミングでヒット出しますよねいいタイミングでヒット出すんですけど、ちょっと謎です、私生活が謎なミュージシャンですね本当に活動しなくていいのっていうね、そうなんですよ、本人の思考ですけど、普段何されてるんでしょうね。山下達郎さんの番組に年に1回ぐらい出るっていうのもね、最近はご無沙としちゃってるみたいだからこそね、あの。 十何年前ですか、うん、木村拓哉さんのドラマで。うん 幸せの結末というご自身が歌ってヒットした曲あれが世に出た時は僕らの世代ないし僕らちょっと上ぐらいだったら大竹一さんって人が新人アーティストだと思った人がいたとんでもございませんなんだけど僕はもちろん分かってましたその頃から聞いてましたからね大竹一さんの特徴というとナイアガラサウンドとかっていうことになるですで僕はねメロディメーカーとしてはねさっきポール・アンカーの話をしましたけどここでポール・アンカーに結びつくんですけどオールディーズの「 をすごく持っててそのなんか簡潔なメロディーってものがすごく大竹さんの土台になってんじゃないかなっていう確かにそうですね歌謡曲ではないんですなんかねオールディーズそうなんですかといって洋楽しすぎてないっていうね程よい方楽になるんですね日本の言葉で歌うと方楽の作品ということなんですが今日はですねそういうことでですねさんが 他の人に提供した曲特集でお送りしようと思います、はい、よろしくお願いします 林哲と半田健人の昭和音楽堂今日は大竹一さんが他の人に提供した曲特集ということでお送りします、はい、まずはですね今やスタンダードナンバーになっているこの曲からお送りしましょう大竹一さんが作詞作曲そしてプロデュースをして、うん、吉田美奈子さんが歌ってから多くのアーティストいくととなくカバーされてきた曲ですよね。多いでですねねカバーがももととは昭和51年の作品です、ね、夢で会えた えこちらがオリジナルになるということでですね、はい、1980年に発表されたサラバシベリ鉄道は太田博美さんのオリジナルですよね、えー、でそれをセルフカバーでやるわけなんですけどあのー この太田宏美さんの方はもう太田宏美さんのアレンジをずっとやってきた萩田さんが萩田光男さんがやってるんですけどウォール・オブサウンドにはなってますよねモドキってとこかなどうなんでしょうね僕これどっちかっていうと北欧系のギターバンドみたいなそういうイメージがある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  えっと、デモテープでもうこういう感じはやってたんじゃないかと思うんです、ね、近いことはやってたんでしょうねう、うん、で萩田さんがそれを聞いてこうあのスタジオワークをやったんじゃないかと思うんですが、えー、実はですねこの太田博美さんのディレクターと えー、大竹栄一さんのディレクターはまた同じなんですよ、<ー>この間の百恵ちゃんの話じゃなくて、百恵ちゃんと久保田早紀さんの話も、えー、そうでしたけど、ね、それぐらいソニーの堺プロジェクトは、堺井雅俊,、ね、俊さんのプロジェクトは、優秀なディレクターが。 いっぱいいた、今とはね、今のレコード、言っちゃっていいのかな、<laughs> 女を<の>。<laughs> 言っちゃってください。<laughs> <の>大違いという。僕はまだ言えませんので。<laughs> だって、安楽が似合ってすんなそういやいやいや。で、はい、あの予算もあった時代ですいい時代でしたね。そうですね。おそらくね。はい、それで、えー、っとですね。 おたきお、おたきさんがレコーディングに入ると、僕たちがレコーディングができなくなると。あ、どういうことですかフォークギターの人たちが全部いなくなっちゃって。あ、借り出されるから。<laughs> そう。 <laughs> 何人も抑えてウォール、ウォールサウンドを作るわけでしょ普通ね、ポップスってせいぜい、まあ、フォークストング的なので、2人なんですよね、うんうんで、通常であればフォーク1、1> はい、エレキ1みたいな編成で組むのが歌謡曲なんですが、ウォ、はい、ール・オブ・サウンドは1曲で4、うん、5人使うんですよね、そ多重録音、さらに多重録音しますからね、えー、<で>ギタリストいねえじゃねえかみたいなあの、インペクに電話して、えー、あどうして彼捕まらないの、彼捕まらない、次もだめ、次もだめ。 じゃあ誰,だ誰が残ってんだよみたいな話でレコーディングできなくなっちゃうとう,、ええ、もう自分でやるかみたいな、うんはい、それもそういうわけにもいかずみたいなそうか結構迷惑をかけていたんですね <laughs> そうですね、はい、さあ、えー、続いてなんですがね、うんえー、この曲を書いたことによってね 大滝ファンっっていいうのも広がったんじゃないかなかとな国民的アイドル当時もトップアイドルですね、うん、松田聖子さんの曲を提供したんですよね、はい、それが昭和56年の「風立ちぬ」なんですが、うん、これによってね一気にその大滝さんとか国民的なものそれまでね<ん>ちょっとかっこいい人たちが聴くっていうかね,うねあの音楽に精通している人たちが選んで聴くような印象ってありましたけども、うん、編曲が太郎オ番内ですからね太郎番内というのは、うん えー、大滝さんの編曲名義なんですけれどもね,ねこれはあの、は昔、東映の映画で片岡千鶴さんがやってた役柄ですよ、ねえー、役柄なんですよね。うん これはねハッピーエンドの時からこの表記使ってましたよタラバンダイそうですかじゃあやっぱり僕も年齢近いとこにあるからそうですちなみに大竹一さんプロフィール紹介遅れましたけども1948年生まれ昭和23年生まれでございますからじゃあやっぱ同じ映画見てるんだ段階世代ですよね真っただ中じゃあ聖子さんの風立ちぬともう一曲なんですかねこれもね多分世代的なもんだと思うんですよね大竹さんが愛してやまない「クレイジーキャッツ」の歌で実年 更新曲というものがございますんでね<ー>これは、えー、青島由紀夫さんが作詞で、うん、曲が大竹一さんいうそういうあのコミカルなところも持ってるんですよねじゃあこの2曲続けてお聴きください「<laughs> 風立ちぬ」を聞いた時ってはい 僕はあの冒頭でも、ね、お話ししましたけどオールディーズの要素を持ってるんだけど、ええ、でもメロディーが,それが日本語がはまって日本の歌詞が歌うと何、はい、とも言えないその中間的な価値、うん、あとはね聖子さんの歌唱力先週に引き続き、うん、素晴らしいものあるなと思いましたが泣きがあるんですよ、さよなら、さよなら、さよならのところでね。うんうん、それとねねもう一つ、ねうん、今は まあ、そ、そこに言葉を埋めないでしょ。ははいはい。たたたらのとこでさ、あなたたとはとかさ、そういう普通、一音ずつ入れちゃうの。今は、それは松本隆さんなのか。ね、素晴らしいな。いや、よくできた歌ですよ。風立ちぬ。ね。超えられない名曲ですね。そう。それと、あとは、あの、クレイジーの曲ですけど、 大竹さん自身がやっぱりそのクレイジーの映画をご覧になってるとか小林晃さんの渡り鳥とかって見てることによってそれを自分の音楽に反映させるっていう技を持ってる、えー、だからある種ほらイエローサブマリン<ー>温度もそうなんだけどう、ねうん、どこかこうコミカルなことでこう茶化してそれでやるっていうのも一つの大竹さんのテクニックみたいなところってありますけどね、うん で普段何してるんだろう普段何してるんですかねその生活のコアになってるのは何なのかっていうのをちょっとンンガーデニングですかねガーデニングやっちゃうのだってずいぶん昔からこういう感じでマイペースでやってますよ<ー>んなんかあの全く違うことやってたらどうします畑仕事でもない,い畑なんか普通小説家とかやってたらどうしますだってそしたら小説発表してるじゃんいや発表しないのがまたこの大滝さんなんですよ<ー> ああ、そうか。やりたいものをやってると。猫をそばに描いておられるんですよ、きっと。あのー 千人みたいですよね。そうですね。なんであんな若くして奪還しちゃったのかな。僕ととつしすすぎでよね僕、一回、あの、竹内まりやさんと山下達郎さんの結婚式に会いましたけど、のほんとしてて、話は普通にするんだけど、どこまで確信で、話してったらいいのかっていうのは、あんまりよくわかんないわり割とのれんに腕押し的なところあるんですけねああ、どうも、みたいな感じなんでね。いい人ですかいい人です。優しい感じの。うん、優しい感じ声にも出てますよね。ただ音楽めちゃ めちゃくちゃゃく好きって感じであ普段何してるのかな、はい、さて続いての曲ですけどこれも今話してたようにですね、はい、本当になんかそのメロディーラインとその、まあ、松本孝さんの詩も素晴らしいんですけどまた歌う歌手が歌謡曲の歌手というところの一環で一つの新しいまた世界を作ったんじゃないかなていうね、うんえー、森進一さんの「冬のリビエラ」。はい これもいい曲なんでねんおかけしたいと思うんですけどこれは1982年の作品ですね、はい、じゃあ聴いてくださいやっぱりいい曲だよね,うん,ねうんこのやっぱ演歌ね普段歌っておられる森進一さん演歌歌手ですけども、うん、そことのマッチングっていうのも面白いもんでそれとあとはあのー 男ってやつはっていうところのね、松本隆さんの詩も素晴らしいよね意外と書きそうじゃないんですけどね、それこそ悪友先生とかね、そっち系のチョイスかなと思うんですが森進一さんをリビエラに立たせたっていうのは、やっぱり松本隆さんの力だと思う森さん、いろんなとこ立ちますよね、エリルーモミますス。 さて、異色といえばね、異色なんですが、今日のラストナンバーですが、これはね、もう有名な曲でございますけどもね、熱き心にですよ、小林晃さんのこれ、CM に使われたよね、CM 使われてましたね、ええええで、この曲っていうのも、やっぱり先ほど林さんおっしゃってた通り、渡り鳥シリーズであったりとか、そっちへの。 ということは、もしかして趣味です、か趣味です趣味で音楽ってできるんですか、それが究極ですね、だから素晴らしいな、んかだってさっきから大滝さん見てると、クレイジーだとかね、ウォール・オブ・サウンドだとか、趣味が売れたパターンですよ、好きなことしかやらない、ああ、その、アクセク曲を書いて、印税生活なんて考えてないじゃあ、職業作家としては敵ですよね、こういう人がぽこっとヒット曲出してしまうとね。 もう全く自分のやりたいことやってるんじゃないですかね、ね羨ましい限りですね、羨ましいですね、だから自分が渡り鳥で、小林明さんをずっと渡り鳥ー味で見てて、かっこいいなって憧れた時期があったじゃないですか、それをずっとなんか子供のようにずっと思い続けて、えー、で、小林明さんと接点ができて、そこでじゃあ、こういう作品だったら似合うかなって言って、自分の色合いで描いちゃった自分の色合いで描いてるって、でこれ、小林さんにあんま合わせてる感って実はないですよね、従来の大滝サウンドですもんね。 小林晃さんの声でやると、新しい小林晃の世界っていうものが出来がるで,でね、これはね、やっぱ松本隆さんではなく、阿久悠さんにお願いしたところがまたポイントでね、阿久悠先生の思の、うん、い、思いというかあの、熱き,心熱き心ですよ、うん、素晴らしい。じゃあ、改めてこの対局をね、はい、聞いていただきましょうか、うんはい、今日のラストナンバーです、小林晃さんで、熱き心に。 あっはい今日は大瀧栄一さんが人に提供した曲ということでねお送りしましたがいかがでしたでしょうかいろんな曲ございましたねすごいね、うん、またあのいろいろリクエストをいただきたいと思いますがはいリクエストはですねこの番組のホームページまたは郵便番号 422-8680SBS ラジオ昭和音楽堂の係ファ FAX は054-287-5555054-287-5555 イメーールは音楽堂アットマークデジ SBS.com でおお待ちしております、はい、また YouTube などでもね僕たちのトーク枠作っておりましてそ,、ね、そこで僕たちの未公開トークをお聞きいただきますんで、うん、ぜひご覧くださいこちらの方もぜひ、はい、また検索してみてください、はい、昭和音楽堂ですはいお願いします林哲司半田健人の昭和音楽堂お相手は林哲司と半田健人でしたそれではまた来週さあ皆さんいかがだったでしょうか 昭和楽おししみいい、たただけたでででょうかははい、番組ではですね、皆さんからのリクエストやメッセージをどんどんお待ちしておりますのでね、はいえー、詳しくは番組のホームページ「昭和音楽堂」を覗いていただいてそこでね、えー、ご意見などリクエストなどいただけると思いますそうですね、ですねいっぱいください。